贅沢ないって気持ちもありますよ。でも逆に知ってほしい人もいる。例えば犬なんかでも、まあ、犬と暮らしちゃいけないって名前とかついてるやつか。やっぱり僕は もうそういう年になってるから、これどうしたらいいんだろう。例えば九条さん、ご自分が認知症だった時に、そういったマークをつける抵抗ありませんか。自分が認知症、あなた認知症だったら、テリーさんのここにマークありますよ。ちょっと多くですよ。これやっぱ議論した方がいいよね。だからね、それだから判断もあるけども、ただ、認知症多いんですよ。認知症の人は分かんない。決めつけられるの、私は。でもね、本当に認知症の人はもう、それが分かんない。分からない。ジャッジが。でも時々戻るから、それはやっぱ嫌なんですよ。いや、でも、でもそれはだからね、いろいろあるかもわかんないけども、これからですね、難しい答えじゃないですよ。それでは続いて参りましょう。続いては大好評デーブさんのワールドワイドニュースです。デーブさん、チェルチェルランド出身のリューチェルさん、本日は姉妹都市からゲストが来てくれました。ツルツルランドサイトさん、オーマイガーデーブさんのワールドワイドニュース。人気沸騰のウィンタースポーツ、加藤選手や平野選手など日本人選手の活躍により盛り上がっているウィンタースポーツ界で今ある競技が話題に。それがアイスクロスダウンヒル。2000年に誕生したこの競技、アイスホッケー用のスケート靴プロテクターを着用し氷でできたコースを滑るのだが、アップダウンや急カーブがあり転倒衝突する選手が続出。時には熱くなりすぎて断層騒ぎ。最高スピードは時速80キロ。その過激さから氷上のモノクロスと呼ばれ、現在人気が急上昇している。さらにこんなウィンタースポーツも。これは2000年に日本の映像クリエイターが制作したスキージャンプペアという架空の競技。スキー板に2人が乗ってジャンプするというもので、シリーズ累計5000万枚を売り上げ話題となったが、あれから14年、なんとこの競技に挑戦する人物が現れた。それがスロベニア出身の2人のスキージャンパー。世界初の試み、果たしてインドで丸々が大暴れ。先月25日、インドケララ州で行われた祭りの最中に参加していた一頭の象が突然暴走。背中に乗る象体をおとなしくさせようとしても言うことを聞かず、路上に止めてあった車を抱え上げるなど次々と破壊。27台もの車両が被害を受けたが、幸い怪我人は出なかったという。暴走したのは象だけではない。こちらアメリカで起こったカーチェイスの模様。後ろからパトカーをぶつけられても逃走を続ける犯人。そこで警察は前方に回り込んだ。横っ面に体当たり。それでも逃げようとする犯人に向かって、一斉に発砲。逃走劇はようやくその幕を下ろした。あの分野にもロボットが進出。先週紹介した二足歩行ロボットをはじめ、新たなロボットが次から次へと暴れ、さまざまな分野で活躍する中、今度は料理ロボット。イギリスの企業が開発中のこちらのロボットは、一流シェフの調理工程がインプットされており、食材のカットから味付け、盛り付けに至るまで全て全自動。しかも料理のバリエーションはおよそ2000種類。自宅に
ってくれたね。すごいね、これ。何を覚えてるの。さあ、今日はですね、まあ、今週話題になったアカデミー賞で、レオナルド・デカプリチーノが、ラカトカラジカという、実はそのアートの打ち上げのモスレットもある。はい、から、ちなみに。今週月曜日、アメリカ・ロサンゼルスで、世界最大の映画の祭典、アカデミー賞の授賞式が行われ、大スターが集結。さらに式の合間にはレイディー・ガガが歌ったりイベントを盛り上げました。そして今回最も注目されたのが主演男優賞。というのも映画レバナントでノミネートされたディカプリオですが、これまでに数々のヒット作を出演して過去4度も候補に上がるの受賞経験もなく、無冠の帝王と呼ばれていました。果たして結果は。ついに悲願のオスカーを獲得。Amazing award tonight. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much. 喜びのコメント。そして授賞式後に友人らと参加したアフターパーティーでは、オスカー獲得した日をよっぽど嬉しかったのか、ノリノリの姿を見せていました。この後にもとんでもないことに、家のまま帰ろうとしたところ、レオさんがこの車に駆け寄る男性が、彼の手にはなんとオスカーのトロフィーが、実は大事なトロフィーを酔っ払って回って帰り置き忘れていたんです。ちょっと浮かれすぎのレオ様でした。下手したらヤフオクに出たかもしれない。すごいね。意外ともらった人は存在に扱ってほしい。デイブさん、ありがとうございました。さあ、どんどん参りましょう。歌手の DAIGO さんと女優の北川景子さん、おととし1月バラエティ番組で共演したことをきっかけに交際がスタートし、今年1月に結婚した2人は来月29日に挙式・披露宴を行うと報じられました。新郎新婦が誓いのウィッシュ。僕たちは今日1月11日に婚姻届を提出いたしました。そんな2人が4月29日に挙式・披露宴を行うと、によると会場は都内のホテルで、総勢400人から500人を招く豪華な披露宴になるといいます。そう報じられたまさに今週木曜日、北川景子さんがイベントに登場。どうしてみたいですか。と記者から質問が飛ぶも笑顔で交わしました。第4位、景子さんのコメント。記者、DAIGO さん。性的欲求を満たすためだったら20年ぐらい前から5、60件やった。女子高校生の制服などを盗んだ罪に問われている人気お笑いコンビ、元キングオブコメディの高橋圭一被告の初公判が今週水曜日、ここ東京地裁で開かれました。去年12月の逮捕後、所属事務所との契約を解除され、コンビを解散している高橋被告。都内2つの高校に侵入し、女子高校生の制服など69点を盗んだとする起訴内容を認めた。自宅からは合わせて34校の女子高校生の制服など1000点以上が見つかっており、自家用の軽トラックに乗って学校荒らしを繰り返していたと見られている。一方、この3日前、会社の逮捕で余儀なく解散となってしまった。